こんにちは、皆さん。文学を読むとき、私たちは世界についてもう一度考えて、違って考えるチャンスに合います。特に舞台は、俳優さんが目の前で話したり、行動したりするので、私たちに伝えるエネルギーがすごいと思います。韓国の舞台によく登場する人物が一人います。作家が愛するこの人は、朝鮮の王様だったヨンサン君ですが、歴史には悪方王だと記録されています。でも作家たちはこの王をちょっと違う目線に見ています。たくさんの作家に愛されているこの王の話を聞きませんか？今日は韓国の舞台と俳優さんがいっぱいいる大学楼で韓国の舞台についてみようと思います。イは王様が進化を呼ぶ呼び方の位置です。ヨンサン君は自分の宮で辻芸人と一緒に遊んだりしましたが、この舞台はその辻芸人とヨンサン君の仲良さを想像して描いたものです。イはヨンサン君が愛した辻芸人のゴンギルを呼んだ名前です。朝鮮時代に辻芸人は癒やしい人でしたが、ヨンサン君は芸人の公演を完走するのができる芸術的な人物として登場しています。特に彼はお母さんを亡くした悔しさと寂しさをゴンギルへの愛情で解消しようとします。結局この愛情が王妃の憤怒を連れてきて政治はもっとめちゃくちゃになります。イはヨンサン君の話を登場人物の芸術的な面を中心して見せます。ヨンサン君は悲しさと寂しさに負けていつものパーティーに逃げます。辻芸人のゴンギルは芸術的な才能が多くて色気がある人物で、ゴンギルを愛する他の辻芸人のチャンセンはいい公演のために何でもできる人です。この作品は映画「王の団子」になって話題になったことがあります。すべての俳優さんが優れる演技をしたことは当然ですが、特にゴンギル役のイジュンギという俳優さんが大人気でした。イケメンで神秘的な魅力があるおかげです。でも舞台のイは朝鮮時代の話なので昔の言葉が多いです。私は本より映画の方をおすすめしたいですよね。問題的な人間ヨンサンは題目のようにヨンサン君の問題的な人物の面に注目しています。ヨンサン君のことを悪かった王じゃなくて今までの政治を変わりたかった改革者として想像していますよね。この作品でヨンサン君の改革意思を実現したのはお母さんへの思いです。お父さんの先王と進化はヨンサン君のお母さんを殺して、ヨンサン君はこの政治を改革しなきゃと思います。しかしそれは他人への憤怒、残酷な人殺しになってしまいました。それでその後彼はお母さんの陰から逃げていい政治をしようと思いますが、実態は彼の思いとは違くなりました。この作品はイと比べていい王様としてのヨンサン君を想像しています。ヨンサン君のセリフの中では今までの悪い政治を批判するのがあります。例えば、女性には一人の男だけを愛しなさいという一方、男性の不倫には甘くしたり、もういなくなった人にはいろんなことをしながら生きている人は無視したり、本で勉強だけしたりする進化が実際の政治には何の役にも立ちないのを批判しています。この作品はいろんな人が注目して何度も舞台になるほど芸術性を認めています。でもこの作品もやっぱり単語が難しいので、韓国語の実力がいい方におすすめしたいと思います。
今日は韓国の芸術から愛されている王様、ヨンサン君を主人公にする舞台を見ました。ヨンサン君のような問題的な人間は、社会からは嫌われるかもしれませんが、芸術には愛されています。おかげで私たちはもう一度周りの世界について考える機会に合いますよね。日本にはどんな王様がいますか？どの魅力がある王様か教えてください。じゃあ、また来週。